キンプリ脱退退場で反応憶測広がる平野市用に結婚説縦読みソンスセス OS アーモ。11月4日、キングプリンスへの平野市用、岸ユータ、神宮寺ユータがグループから脱退し、ジャニーズ事務所も退場することが発表されました。平野、岸、神宮寺の3人は2023年5月22日をもってグループを脱退します。 平野と神宮寺は同日をもって事務所も退場し、騎士は同年秋に退場予定となっています。キングプリンスを存続し、2023年5月23日からは、残る長瀬角と高橋山の二人のユニットとして活動を継続していく予定です。平野ら3人の脱退理由については、 海外で活躍できるグループになるという当初からの目標の達成がなかなか実現できなかった状況が挙げられています。グループの今後についての話し合いは昨年からスタッフを交えて行われていたということですが、しかしファンにとってはあまりに突然の発表だったため、ネット上では本当の理由をめぐって様々な憶測が飛び交っているようです。特に、 海外進出を理由として強く挙げられている平野に関しては、2つの説が広まっています。ファンクラブ会員向けの動画で残留する永瀬門がメンバーの脱退について大人の男として出した気持ち意見決断を尊重したいと発言したことで一部ファンはメンバーの誰かが結婚するのではと反応しました。 嵐に野宮和也が結婚を報告した際に一人の男として決断と記した時のことが頭をよぎったようです。中でも平野は以前から20代のうちに結婚したい。 子供が欲しいといった発言をしていたことや、今年7月頃にも平野が薬指に指輪をしていたことで、恋人がいて結婚を考えているのではと噂になったこともあり、平野市用は確実に結婚するだろう。平野市用が結婚しそうだな。といった推測の声が多く上がっています芸能ライター。 しかし結婚説以上に盛り上がっているのが平野がファンに向けたコメントは言わされているものであり、本心は別にあるが公にできないとの見方です。特にファンクラブ会員向け動画での平野の態度や会員向けブログに寄せられた平野のコメントに関する考察がファンの間で行われています。 動画では平夜だけお辞儀のタイミングが遅れしかも角度が浅いことで本人は納得していないのではなどと考える人もいます。また平夜のブログに縦読みが潜んでおり悲しいな手放すの3人では無理解散してみんなを連れて活動するのが夢でしたなどと読めるとする声も広がっています。 確かに平野は以前胸を張ってキングプリンスへのファンですって言えるような僕たちになるので繋いだ手を離さないでくださいといったようなことを話していましたが文章の頭文字を集めるといった規則性もなくむしろこう読みたいというファンの願望の表れでしかないといった印象です。女性誌ライター この説を信じたファンからは手震えるんだけど、紫輝くん、本当は続けたいんだよね。この言葉は嘘じゃないって私は思ってる。FC 動画やブログで言ってることは事務所から言わされていることで、潮くんの本音はこっちだと信じているよ、とネット上でも多くの声が上がっています。そのためか、ツイッターでは、 ティアラはキンプリを救いたいといったハッシュタグが広まり、ファンがキングプリンスメンバーを救いたいという活動が活発化しています。メンバーの脱退を白紙にするよう求め、藤島ジュリー稽古氏の社長退任を求める署名運動も起こり、1万5000人以上の署名が集まりました。この署名運動は一部で批判されましたが、撤回されるまでに至りました。 どうしてもスマップへの解散騒動を思い出してしまう人が多く、事務所がグループを壊したと考える人も少なくありません。実際、平野らのコメントを総合してみると、当初から小ジャニー北川氏が夢見ていた海外進出を実現させるために頑張っていたものの、事務所が全くその気ではなかったかのようにも読み取れます。 ただ、数年前からテレビのインタビューなどで、脱退退場する3人が海外進出を目標として話す一方、他の2人は違う目標を話すなど、方向性の違いは明らかになっていました。また、ヒジャニーズのボーイズグループが台頭し、平野が敬愛する山下智久がジャニーズ退場後も活躍していることや、 トラビスジャパンが世界デビューを果たすなど、そのような状況もあり、彼らがジャニーズに留まるかどうかを考えるのは自然なことだと思います。どうグループの分裂まで残り半年です。この間にメンバー自身がより明確な経緯や思いについて説明することがファンの共通の願いでしょう。